はいどうも、スバイランスと申します。いやいやいや、皆さん今回ですけども、デュエルマスターズの動画配信をやっていて一番よくある間違ったルールミス指摘コメント、こちらについて永久保存版の動画を出していきたいと思います。現在2022年2月17日ですので、今後裁定等が変更される場合はありますので、まあ、時間が経ってしまったら一応その時の裁定をご確認ください。それではよくあるルールミス指摘を逆に指摘されるパターンの、それは何なのか。相手のクリーチャーに対する何かしらの制限の付与ですね。例えばですけど、このキテレツシャフ、このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、次の自分のターンの始めまで相手のコストホニャララのクリーチャーはアタックもブロックもできないと、まあ、もうお分かりの方も多いと思うんですけど、例えば相手の盤面に何もない状態で3って言われたら、後から出てきたエグゼドライブも殴れないんじゃないのかっていう話なんですけど、これは殴れます。相手のクリーチャーっていうのは今現在の相手のバトルゾーンにあるカードを対象に取ってるというふうに覚えると分かりやすいんじゃないでしょうか。あとこちらギャプドゥ、最後のシールドからシールドトリガーした場合に次の自分のターンの終わりまで相手のクリーチャーはアタックもブロックもできないということなんですけど、先日コラボしたデュエチューブさんのね、ムーちゃんさんとの対戦の動画でもあったんですが、僕ラスタテでムーちゃんさんのギャプドゥ踏んだんですね。コメントもちらっと見てたら、ギャプドゥ踏んでんだからお前ツバランスもう殴れねえんじゃねえのかっていうようなコメントが、いくつか来てたんですが、これ殴れるんですね。後から出てきたドルセザクたちは普通に殴れますという感じで、守護が相手のクリーチャーであれば今あるバトルゾーンにあるクリーチャーに対して対象を取るということをこの動画でぜひ覚えておいてください。なので逆に考えると、まあ、この手のカードをどうやってケアしていけばいいかっていうと、後から出すであったりとか誘拐させるっていう、まあ、テクニックが必要になります。後から出すで言えば分かりやすいのはバルチュリスですね。ギャプドゥを踏むタイミングを2回目のアタックにしておいて、そこでバルチュリスが登場すれば綺麗にダイレクトアタックまでつなげることができます。あとは誘拐、ガイハートなんかは2回目のアタックの終わりにクリーチャー側に変身するといったような能力なんですけど、これをうまく使うとギャプドゥ踏んだんだけど、ギャプドゥ踏んだ時点では武器の状態だから、アタックの後にくるんでひっくり返って生き物になって、ギャプドゥを唱えた段階ではクリーチャーとして存在しなかったためダイレクトアタックができますよみたいな、そういう採点もあります。ここら辺の相手のクリーチャーに何かしら制限を与える系は環境でも特に使われているので、覚えておくようにしてください。ぜひ皆さんもね、コメントでこの採点とかもね、初心者の方結構間違えやすいよねとかあれば、攻め立てるような感じじゃなくてこういうのも覚えておくといいですよみたいな追加の例題とか出していただけると、最近デュエマ始めたって方に有意義な動画になると思いますので、よろしくお願いします。コメントお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。